初めての海外、中国行ってきます。ウィズアーちゃん行ってきます。はい、中国到着しました。いや、初めての海外で初めての中国ですよ。いやー、めっちゃワクワクしました。ただいまの時間、0時35分です日本と1時間時差があるので、日本だと1時35分か。もう寝る時間だ。いやー、お眠です。でもすごいなんかワクワクしました。中国少し気温がちょっとだけ低いみたいなんですけど、でもそれでもなんか日本の暑さと全然違って、なんかすごいじんわりくる暑さ。なんか日本はカラって感じで、こっちはすごいじんわりくる感じの暑さで、結構暑いなって感じました。なんかいろいろパスポートをこう至る所でこうね、あの確認したりと、ちょっと大変ではあったんですけど、まあその間にこう運転してくださったあの中国の方と、そう、日本語がすごい上手なんですけど、なんか中国語のでこう話を頑張ってみたりとか、あとなんか街ここなんとかですよ、ここなんとかですよとかすごい紹介してくれて楽しかったです。これ買ってくれたんです。見て、なんか中国のサイダーらしいです。あのね、雪青いみたいなの書いて、これシュエビーって読むんだって。かわいいかわいい、シュエビー。今日は東京からね、あーちゃんことあさかと一緒にあの来ました。はい、久しぶりに会えて嬉しかったし、明日もすごい楽しみです。ということで、明日早いので寝ます。おやすみなさい。
やっと見つけたお姫様、世界一番愛してる、愛してる。すごい、上手、日本語上手。はい、ということで、ホテル戻ってきました。今日は、ライブをして、その後出演者の皆さんと、あとスタッフの皆さんと、でっかい丸い中華テーブルで中華料理を食べてきました。本場の中華料理初めてだったんで、なんかすごい食べたことない不思議なものがいっぱいあってね、なんか美味しかったです。すごい楽しかったし、すごくいい経験でした。みんなのね、お話もゆっくり聞くことができて、とても楽しかったです。もう本場、こう現地でね、中国で実際にファンの皆さんと会えて、サイン会でも皆さん一生懸命お話をね、私にしてくれて、とっても嬉しかったです。そして明日は、5時に集合だから4時起きです。今11時なので、もう幸せな分、今はすごくもうお眠状態なので、お風呂入って寝て明日に備えたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。